位は人気劇団座長宅間隆之と舞台女優大和田美穂。いつの時代にもある青春映画、10代の淡い初恋を描いた作品はセクシー未満でありながら見る者に鮮烈な記憶を焼き付けた。今宵の映画の達人は甘酸っぱさに満ちた一夜。テーマはちょっとエッチな青春映画。ゲストはこのテーマならと満を持しての登場、大泉洋。青春映画大好き俳優室剛。映画の達人フィルマニア始まります。今日のテーマはちょっとエッチな青春映画ということで、このお二人に来ていただいてますっていう。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。私はちょっとノーマークです。ノーマークですか。いや知らないですね。大丈夫です。もうこのお二人にいろいろ、もう達人ですから、ちょっとエッチな、ね、ちょっとエッチな達人。まあ、ちょっとエッチなこの青春映画というテーマの時になぜ呼ばれたのかちょっと疑問ですけど。わからないです。まだ話だとちょっとエッチなテーマだったら出るよっていう話。いやいや、そう聞きましたけど。いや、決してそうではないんですけども、そのまあ大泉さん、どういう映画だったらお話できますかっていうのといろいろ考えて、ちょっとエッチな青春映画なんかどうですかと言って言ってしまって、いや俺が言ってしまったね。やっぱりじゃ自分から言った。僕から言いました。青春映画だけでよかったじゃないですか。あのねこのね、ちょっとエッチなっていうところがね、やっぱり大事ですよ。あれですよね、エロじゃなくてエッチみたいな。エロなんてね、そんな言葉ちょっと声ずっと忘れちゃった。どんどん高くなってます。エロとかそういうことじゃない、エッチと言ってもらいたい。エッチ。ちょっとエッチな青春映画というのは、例えばこんなんじゃねえかと。ああなるほど。いうのをこれはパンツの穴で。パンツの穴ですね。見ました、パンツの穴。見ましたよ。これでももうこうさん。ああ。服部真子さん。服部真子さんなんて今やもうね、なんかニューヨークでしか見かけできない。かたき君、昔はやっぱ女優さんでやってましたよね。これみんな妄想してみるわ。見ちゃった。ああほら。全然エッチじゃないでしょ。エッチなんですけども。胸が映ってましたよ、でも。いやでも胸ってあんた、でもその頂点が見えてないですよ。まあ、ああいう人たち、女の子目線も、女の子目線のそういう映画も結構ね、ありますから。フィービー・ケイツさんってご存知ですか。フィービー・ケイツはわかんない。ソフィー・マルソーは知ってますけど。ソフィー・マルソーなんかはね、割と最近も頑張ってらっしゃいますからね。そうですよね、はい、女優として。007かなんかに何年か前出てましたね。はいはいはい、はい、あソフィー・マルソーなんつったら、といえばもうやっぱりこうラブームなんてね、ラブーム、ラブーム2なんてありましたけども。ラブームの時13歳。ソフィー・マルソン。あ、そうですか。13歳には見えないですよね。いや成熟してますね。成熟してますね。経歴長いですね。長いですね。最近でも向こうでも少なくなってますよね。どうなんでしょうか。今は最近もあるのかな。だからね、結局やっぱその時代というものがですね、もっともっとその過激になってきてるわけですよ。エロなんですよ。それはそうですよね。しかもその何ですか、もうそのネットなんかでも見放題なわけじゃないですか。うんうん、そんなね、今みたいなね、ちょっとその年上のなんか先生がこうやってこんな忍だれ詰まったところでですよ、今の若者はなんだこれは。なんても思わなくなってしまったの。昔はもうそれだけでもう興奮できたわけですよ。愛なと。そしてこのなんかこのありえないそのこのシチュエーションになんかこう酔うと言いましょうかね。今の子はね、想像力が欠如してるんじゃないかと思うんですよ。もう見たものズバリで興奮。だからすぐおっぱい行っちゃうんですよね。ダメだ。じゃあそれぞれの一番最初のこうなんですかね、このちょっとエッチな青春映画といえば、いや僕さっき見たパンツの穴ですね。パンツの穴ですか。やっぱり衝撃でしたね。衝撃、うん、すごい衝撃のシーンがあるんですよ。どういうの。どういうの。あのね、はい、ある男の子が、はい、女の子の下着の匂いを嗅ぐために部室に忍び込むんですよ。でこう匂いを嗅ごうとしたら女の子たちが帰ってきたんですよ。ね、やっぱりもうやばいと。そして そいつはもう逃げるとこないからロッカーに隠れるわけです、はい、そして女の子たちがキャーって帰ってきてキャッキャ着替え始めるわけです。そうするとロッカーのこのスピーカーがうわーって見えてるからみんなこうやって覗くんだけど、その時になんと便意を、便意が来る、便がしたくなる状態になります。彼が、はい、もうここではもうエッチ、こっちではもう大変なことになってるわけです。だからもうガバをしたいけどこれ見ちゃっている。そしてとうとうで、あと本当に漏らしてしまうんですよ。それで女の子が何臭くない臭くないっていう話になって、なんかおかしい、こっから匂うってこのロッカーで、で誰か男の子呼んでくるって、男の子呼んできて、そのあるその主人公の男の子がパッと開けたらもう
とんでもない姿のその男の子が覗いてた男の子はとんでもない姿っていうのはもう下はとんでもないこと顔とんでもないこと開けた俺倒れてしまうそのシーンをすごく覚えていてもうなんかごめんなさいなんか最後ちょっとエッチから外れてしまったけど本当ですねそこまでエッチだったのに覗くまでエッチだったんですけどだこれをねこんな映画があるんだと思って素晴らしいですね、まあ、そのストーリーとかねそんなに、ね、そんな覚えてないですもんなんかこのこもうそういうもうこもうせもうベラさん頃ですからね、もうそうとしてる時代ですからねそういうなんかこう印象的なシーンが残るんだね、うん、なんかねそのなんて言うんだろう妄想の仕方みたいなものをこう学んだ気がしますよ その映画で、うん、なんかその例えばさっきのねシーンだったりしてもこの若い先生が寄ってくるわけじゃないですか、うん、でこう自分の目の前でこう何か拾ったりとかっていうのをねなんかこうあそういえばあの映画でこういうシチュエーションがあったなみたいなことでこう逆に妄想していくみたいなことが逆にあったんじゃないでしょうかね、うん、やっぱりこう映画から学ぶことが多かったのかもしれないなと思いますね、うん、ねやっぱり、ね、ちょっとエッチな青春映画というものはですねこれやっぱりね実はこれ洋物なんですねこのアメリカであったりですね、はい、イタリアであったりイタリアですねやっぱり今のこの妄想力の礎となった大泉洋の何かを作り出したわけですねもう大泉の母と言ってもいいもう映画は、うん、ここまで言っておきながら映画のタイトルがあやふやですけどねあのねこれねテレビなんですよねおそらく青い経験っていう映画だと思うんですよねタイトルがこれはもうストーリーが非常に巧みでして、うんまあ、ある一家があるんですねイタリアの、はいはい、でその一家におじいちゃんがいたんですけどもそのおじいちゃんが死んじゃうんですよ、はい、でおじいちゃんが死んじゃってそのおじいちゃんが実は再婚した相手がいるんですね、はいはいまあ、だからその主人公はその一家、つまり 4人家族の末っ子が、うんはい、確かカリートって言うんですけどね、はい、カリートが主人公なんですけども、うん、カリートにしてみたらだからまあなんて言うんでしょう おじいちゃんの結婚相手だとおばあちゃんになるんですよね、はいはい、でおばあちゃんが家にやってくるっていう話なんですね、はい、血の繋がってないおばあちゃんが血の繋がってないおばあちゃんですねおじいちゃんが死ぬ前に結婚した相手なんで、はい、だからまあ家族中でおばあちゃんその知らないおばあちゃんが家にやってくると迷惑だみたいな話をするんだけど、うん、でもそうも言えないと、うんまあ、じいさんの結婚相手だから、うん、それはちょっと何日か面倒を見なきゃいけないからみたいなことで、うん、おばあちゃんを家族でこういやいや迎えに行くんですよ、うん、そしたらこう空港でそのおばあちゃんがやってきたっけおばあちゃんはもう加納姉妹みたいなおばあちゃんなんですよ、はいはいはい、若いんですすごくお色気ムンムンのおばあちゃんが家にやってくることになるわけです一つ屋根の下に、もうそのお父さんからお兄ちゃんからもうカリートから全員がそのおばあちゃんに夢中になってくる夜な夜なこうみんなこうおばあちゃんのこう寝室とかに遊びに行くんですね、でこうお父さんとかがあおばあちゃん寝苦しくありませんかとかってなんかもうエッチな気持ちでこう入っていくとガサゴサとか音が聞こえてなんだとかっていくともうすでにお兄ちゃんがお尻に隠れてる何やってんだお前そんなところでとかっていや別に何でもないんだよとかって言って早く寝なさいとかって言ってまたガタガタって音がなんだって言ったらカリーとかもうすでにカリーと何やってんだお前はブリブリのコメディですねもうねコメディの要素があるってことはすごく大事ですねちょっと一応青春映画必ずコメディの要素がある、はい、コメディの要素がある、はい、そして最後にはですねその家族がこうちょっとやんごとなき理由で家族中で出かけなきゃいけないことになるわけです、うんうん、でそのおばあちゃんとそのカリートだけを置いて出かけていくことになるわけですねこのちょっとエッチな青春映画には必ず必要なんですけど家族がでっか出かけてしまうでその若いその主人公童貞ですけど大体童貞です、うん、童貞の主人公とこの、うん、その年上の人とだけになってしまうというシチュエーション、うん、これが大事ですね、うん、そしてその二人っきりの生活が始まるわけだ、はい、したらもうなんかそのおばあちゃんがそのカリートの面倒を見なきゃいけないからこうご飯を作ったりなんたりするわけですけど、はいはい、カリートはもうおばあちゃんの胸の谷間ばっかり気になるわけですよでこうベッドメイクをしたりするわけですけど、うん、まあおばあちゃんなんだけどもやたら短いスカートを履いてベッドメイキングをするわけだ、うんそれをなんかまたカリートはまたこのドアのこの鍵穴から覗いてるわけだ鍵穴だだけどそのおばあちゃんは自分が覗かれてることも分かってるわけだ分かってるんですか分かっててベッドメイキングしながらこうチラッとってカリートの方見ながらいけない子ねとかって思いながらこのベッドメイキングをしたりそしてこのお風呂に入って寄せばいいのにこのお風呂上がりにこうなんかこうタオルだけで出てきてまたもやカリートを誘惑したりするわけだ
でこうカリートには大体これもね、あの一つ大事な要素です、はい、主人公には大体ブサイクな彼女がいます。ブサイクな彼女がいる。大体ブサイクな年の同じな彼女がいて、なかなかそっちに振り向けないですね。で彼女はまたこのおばあちゃんに嫉妬していくわけですよ、はい、おかしいよカリート、おばあちゃんにもそんな目で見てみたいな、うんうん、うるさいなお前向こう行ってろなんて思って喧嘩になるのおばあちゃんをこう見てたりもするわけですよ。嵐の夜が訪れるんですね。嵐の夜というのも大事なキーワードですから、これゴロ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 とこう雷が落ちてですね、はい、家の電気が落ちてしまうんですね。はぁとかってこうカリートの思わずこうおばあちゃん抱きついてしまうんですよ、はい、心配、怖がりだな、おばあちゃん怖いんですかなんて、うん、かくれんぼを始めるんですね。あれ私急展開ですね、おばあちゃんどことかってカリート見たらもう怖くない、おばあちゃんもいないんです、はい、あれおばあちゃんどこにいるの、うん、とかって言ったら、見つけたら僕の言うことを聞いてもらえますからねとかって言うてすって、おばあちゃんを探すわけですよ、うん、でこうおばあちゃんはこうカリートから見つからないようにこう逃げてるんだけども、その後ろからこうカリートはさらにこう近寄ってきていて、わっとこうおばあちゃんを捕まえるんですよ、はい、カリートが、はい、それで約束通り僕の言うことを聞いてもらいますよみたいなことを言うわけですよ、はい、そしたら何なのみたいなことを言うわけですよ、はいはい、もう観客のもう上がり倒してるわけだ、はい、もういよいよだみたいな、はいはい、そしたらこうねカリートはねこう可愛らしくねキスをしてくださいとかってこう言うわけですよ、はいはい、ほんでねこうおばあちゃんがね、あなた初めてと、はあ、あなたに喜びを教えてあげるわところがですね、はい、そこはですねこういかんせん嵐の夜ですから、はいはい、暗くて見えないわけですよ、うんうん、雷の瞬間だけちょっと見えるんですね、うんうん、そのどっちかって言ったらおばあちゃんよりもそのカリートのお尻が見えたりするわけですそうそう残念なんだ、そこで分かるわけですね、うん、あ2人は今重なり合っている。あでこうおばあちゃんはそのカリートを大人にして、はい、去っていくんです。あ去っていく、帰っていくんですね。なんかそのまた自分の町かなんかね。まあおじいちゃん死んじゃいましたけど、おじいちゃんそういうね若い人結婚してくれないかなと思ったことありましたよやっぱりね。まあそれ前におばあちゃんが生きてましたからね。ドキドキします。確かにあの光でパッとちょっとしか見えないっていうのを想像するとちょっとドキッとします。もう今の時代ダメです、全部見せてしまうでしょあれがいけません、見せてしまいます、あれがダメなんですね、うん、もうそのチラリズムみたいなのがない、チラリズムね、チラリズムですよ、はい。